なかなか難しいんですけど、先ほどね、石坂君が読んだように、やっぱり自分の周りの中でね、自分が生きていくためにバリアは必要なバリアなんだっていう、あれもね、ちょっと私衝撃的で否定できないんですね。ただね、今私はやっぱり議員として、世田谷という東京最大の街でどういった地域社会を作っていくべきなのかと、誰もが社会的な存在で、社会の質が一人一人の生きやすさも生きにくさも変えていくっていう個人的体験に根ざして議員活動をしている中で、私にとってはやっぱりトランスジェンダーだけじゃなくって、特に同性愛者の方々の社会的な状況を変えたいっていうのはすごく思ってるんですね。で、世田谷は無所属の私のような一人で活動する議員でも非常に平等に発言の機会が保障されていて、発言することはできるんですけれども、その中で、私が性的マイノリティも14回ぐらい取り上げてるのかな、で14回ぐらい取り上げて、例えば教育委員会とかは教職員の研修はともと当然のこと、子どもたちに何も有用な情報を与えないというこれまでのあり方から、ちゃんと情報を科学的に、性というのは多様なんだということは伝えるべきということを問いかけて、多分今1730の地方自治体の教育委員会の中で、多分世田谷区唯一ですけど、子どもたちに教えるということを表明してるんですね。でそういったことはあるんですが、やっぱり役所の方をどう理解してもらって、彼らが自分たちの仕事の職務上の責任の中で、そうだ、これは変えるべきなんだ、私たちが動くことでそこで救われる子どもたちがいるのかもしれないって気がついてもらうのかって、すごく重要な鍵で、でも私はいつも壁を感じ続けてるんですね。一つは、例えば86万人が暮らしている世田谷区で最大の事業所ってどこなのったら、会社とかではなくって世田谷区役所なんですよ。世田谷区役所は今5000人以上の職員の人が働いてて、世田谷区内の電気の 5% 以上を使ってるんだそうです。それくらい巨大な事業体が世田谷区役所の公共セクターで最大なんですね。でもそこで見る現実は何かって言ったら、私は確かに議会に出て、私たちの社会のありようをこういったことも必要ですというふうに言い続けることは可能です。で、性的マイノリティのこともそれは問いかけ続けてます。でも一方で重要なのは、私一人が声を上げて社会の中でどれだけ変わるのかというと、おのずと限界があるということなんですね。で、5000人の職員の中で教職員も、あるいはその区長部局の一般のその5000人近い職員の方々のところでも、私も同性愛者ですということを言ってくださる職員の人って、そんな少なくないんですよ。何かの機会とかに、そうなんですって言われたことは何回もあって、でも彼らは2番目に言う言葉は決まってるんですね。同僚にはご内密に、上司には絶対言わないでください。で、いるんだけれども、でも彼らは異性愛者のふりをして公共セクターであるべき地域社会のために奉仕員として働いてるんですね。で、私一人が議会で発言をして、自分だけはカミングアウトしていて、で私こっそりこの間ツイッターに書いたんですけど、たまたま、昨日まで開かれていた本会議、定例会の中でも性的マイノリティの質問が1回だけ出てきて、でみんなはきっとこの議場の中で性的マイノリティは上川議員だけだって思ってる、でも私は4人いること知ってるよっていうのをちらっとつぶやいたんですけど、でも見えないんですね。見えないといないことにされていて、私はそこでこんな政策必要なのかって、今世田谷区だと男女共同参画プランで性差別をなくす10年プランの中で性的少数者への理解促進というのが実行項目として入っているんですね。教職員研修をする、一般職員に対する研修をする、一般の市民に対しての啓蒙活動をするというのが10年プランでやるってもう明記をされているんです。でもこれを食い下がって食い下がってやっと国に認めてもらった一方で、保守的な議員はそのページごと全部削れってずっと言ってたんですね。で、私がそれに食い下がって、絶対これは入れなければおかしいと、これは明らかに性差別ですと、なぜ異性を愛することが当然だということだけは分かっておるのかと、男は男らしく
そのライヒックという定型化された枠組みに人をはめようという構造そのものは何も変わらないということを本会議で言っている横で、それを全部削れって言っているのは、まあ、最大政党のベテラン議員なんですね。その人とかは私が本会議場で壇上に立っている間ずっと咳払いをし続けるんです。それは厳密な野手をすれば、私が彼を議場から排斥しましょうと、こういう品性の人は議会から追放するべきだっていうふうに議員は一人で提起できるから、だからベテラン議員の彼は議会のルールを知っているから、それを政治現象に置き換えて10分間ずっと嫌がらせの咳払いとか咳をし続けるんです。そうすると5000職人とか議長が言えないからです。でもそういった中で区役所は子どもたちに対して前向きな、あるいは市民に対して前向きな答えを出してくれました。だから議員って確かに市民の声があってバックボーンがあって発言することはできるけれども、私がやっぱり裏でやってるのはどれだけ実態としているかということをずっと伝え続けることだし、裏では頭を下げ続けることなんですね。力を貸してくださいと、一人一人の決意か、何をするべきかという一人一人が決めて、その責任を負って背負ってきます私もっていう人がこの地域社会を変えるんですっていうことを言い続ける。でそれを立ちつけるために、私その男女共同参画プランでその項目、性的少数者への理解促進をどうしても残したかったから、世田谷区が開いているパブリックコメントっていう意見募集で割と私立つけたんですね。友達にお願いだからメール出して、手紙でもいい、ファックスでもいいって。区役所は全部公共セクターだから受け付けてるんです、市民の声を。でも黙っていたらいないことにされる。でも一方でね、自分の名前も本名を明かさなくたって意見なんて書けるんです、ファックスだって送れるんです。でも区の広報広聴課っていう全部区民や市民から来る意見を取り扱うセクターの課長に以前聞いたことあるんですね。同性愛者の人とかトランスジェンダーの人とか自分の性に悩んで、だからこそ社会にこう変わってほしい、そういった意見が東京最大の町世田谷区で来たことがありますかって。広報広聴課長って手紙もファックスも E メールも全部目通すんです。その課長が言った一言は衝撃的、一通も見たことがありません。これで私が議会で問いかけて予算を貼り付けて専従の職員を置くっていうことは、反対する職員もいる、それに会計士の市民もいる中では非常に難しいことなんですね。でパブリックコメントで意見を出してくださいっていうふうに、いろんなところに頼んで、1回目のパブリックコメントでは8件同性愛者のこともそこから落とさないでという意見が来たんですね。で2回目のパブリックコメント、もっといろんなところにちょっと乗船をやって、で99件世田谷区に寄せられた意見の中で61件が性的マイノリティのその記述をちゃんと明記してくださいという意見だったんですね。で意見交換会が公聴会が開かれて、世田谷区のその策定の委員長は坂東真理子さん、女の品格の去年おととしの一番のベストセラーの筆者で、国の男女共同参画室の室長、つまり性差別を国レベルでなくそうというトップにいた人が、まあ日本のその学識のトップでもあるわけですよね。そういった人が、まあ、都内最大の町の世田谷区では策定委員なんですよ。でもそういった人たちがそういったやっと寄せられるようになった可視化された意見を見て言ったのは、委員の何人もの方がおっしゃったのはね、みんな学識経験者で日本のトップ行くような人ですよ。本当に申し訳ないけれども、こういった深刻な声があるということに初めて気がつきましたっておっしゃって、で意見交換会の交渉会にも友達のレズビアの子が来てくれて、声震わせながらマイクを通して言ったんですね。